ですな。最初に出会ったあの日、そして二度目の出会い、自分がこんなに積極的だとは思わなかった。再び会った時に思わず声をかけてしまったけれど、でも後悔はしたくないから、これでよかったんだと思う。そう、思いは言葉にしなければ伝わらないから。あ、どうしよう。すっかり遅くなっちゃった。もうたくさん人がいるよ。それに、こんなに一緒のクラスになる人がいるの？はあ、これからどうしよう。あれ？あの人って、確かあの時の。私のこと、覚えててくれてるかな？気づいてないのかな？ん？何？あ、気づいてくれた。この僕に何かご用かな、お猫ちゃん。え？ん？あ、なるほど。別に緊張しなくていいんだよ。君みたいな可愛い子だったら、僕はいつでも大歓迎さ。いやー、手を握ってるよ。
し夏。何するんだじゃない。見なさいよ、彼女怯えてるじゃない。だからってた。本当だ。どこからスリッパを出したんだろう。まあ、それはさておき。私たちに何か用かしら。この優しいお姉さんに言ってごらんなさい。